皆さんこんにちは、ヘルニアです。参謀のマリサだぜ。マリサー？なんだよ、いきなりうるさいな隊長。だから隊長はいつまで経っても隊長なんだ。なぜホイホーの動画にまで来てるんですか？森で拉致ってきたのはお前だろうが、うつ主なんだから、しっかり出番は回してほしいんだぜ。どういう風の吹き回しかわかんないけど、わかった。自分の命が危ないから、今回はお供してもらうよ。仕切り直して、今回のプレイ国家を説明していくよ。プレイするのは内戦でおなじみスペイン。ヘルニアが嫌いなプレイ国家、第1位の国だね。ちなみに2番目はブルガリアで、3番目は日本だよ。どうでもいいランキングはともかく、嫌いなのには何か理由があるんだろ？先にも言った内戦と、NF の作りが独特という癖の強さが嫌いなんだよね。ってことでまずは NF と、内戦について見ていこうか。NF 国家方針がいきなり分かれてるな。普通の国の NF って、陸軍、海軍、空軍、産業、政治ツリーの、大体5つの視点があるんじゃないのか？そうだね、国によっては海空軍ツリーが一緒になってるみたいなのも多いけど、いきなり右か左か選べ、なんてのはスペインくらいなんだ。要するにスペインという国は、内戦からもう避けられない運命のため、最初に右派、もしくは左派寄りの勢力を選ぶ必要がある。そして今回選ぶ右派の中でも、選択肢が3つくらいあるってことなんだ。それじゃあ産業や軍関係のツリーは、選んだ政治体制のルートによって、また少しずつ違うってことか？そういうこと、選ぶルートによって内政も、他国への介入も、全く変わってきちゃうので、初心者には絶対進められない。使いこなすのに一癖も二癖もある国なんだ。逆に言えば、使いこなせれば、多様な政治体制を遊ぶこともできる。まさにゲームを熟知したクロート向けの、味のある国家というわけか。さすがマリサ参謀。短所と長所をきっちり見極める目線は、ヘルニア嫌いじゃないぞ。隊長に褒められても1ミリも嬉しくない。ああ、今の傷ついたぞ。もう二度と立ち直れねえかもしれねえ。そいつは好都合だ。嘘です。何度でも蘇りますって。1936年2月16日、スペイン選挙イベントが発生。このイベントによって、内戦の準備のためのディシジョンが、新たに解放されるよ。そのディシジョンというのがこちら。何がなんだかさっぱりなんだぜ。すんなり解説を頼む。まず内戦が始まるまでの期間がここの数値。現状は250日後に内戦が勃発するね。次にここの4つは、内戦時期を早めるディシジョン。ディシジョンによって、内戦時に使える将軍が増えるなど、プラスアルファの効果が違うよ。ちょっとストップ。なんで戦争開始時期を早める必要があるんだ？しっかり準備した方が戦いやすいんじゃないのか？今回選ぶ左ツリーは、相手に準備される前に内戦を起こした方が、有利な勢力なんだ。逆に右ルートで遊ぶ場合は、ここの内容も内戦時期を遅らせるものに変更される。その証拠に敵勢力の内戦準備は、この部分で内容確認が可能だ。なるほど、立場によって準備方針が変わるわけか。じゃあ気になっていた画面の旗印は？これは各州ごとの内戦勃発時の勢力になる。例えば今指している州のフラッグマークの下にある、バツ印をすべて丸にすることで、その州が味方としてスタートする。1個や2個だと敵の州としてスタートするが、最低限の手段は枠って形になる。じゃあ可能な限り3個の州を増やして、早めに内戦を勃発させればいいわけだな。3回州ごとのディシジョンを選べばいいというわけでもなく、こんな感じで相手に取り返される場合もある。この辺はうまく NF や相手の動きを見ながら、進めてかないといけないね。確かに初心者には操作が複雑すぎて、おすすめできないのも納得できるぜ。思ったんだがこれ、勢力を一切増やさなかったらどうなるんだ？さあ、正気はほぼないだろうからやったことないけど、飛び地で一生日陰暮らしじゃないかな。隊長にはお似合いだな。その時はマリサも道連れにして。隊長がのんびり寝ている間に、1936年7月に内戦が勃発。内戦が始まったことで、新たにイベントが発生したな。これはどっちを選べばいいんだ？起きてくれ隊長。いててて。人をサンドバッグみたいに殴ってくれちゃって、時がついたら内戦がすでに始まっているね。この選択肢は内戦後のルート、つまり遊んでいきたい国家方針によって、選んでいかないといけない。今回は史実寄りのルートを遊びたいので、上の方を選んでいくよ。軍の整理と貼り付け、将軍の割り当てと構成計画を、おおむね終わらせたぞ。さすがボコボコ殴るだけじゃなくて、仕事はきっちりこなしてくれるね。ちょっと史実よりも不利なスタートだけど、まあ誤差の範囲だから問題ないだろう。まず最初に潰すのは北部に孤立した部隊だな。ドイツやイタリアの支援が来たみたいだけど、そうすんなり終わるのか？速攻を仕掛けたおかげでなんとなく分断できたけど、ここでスペイン内戦で厄介な、内戦の最前線が固まるというイベントが発生。赤文字でかなり戦闘力が弱体化してそうだが、手段攻撃マイナス 90% ってどういうことだ？小銃は水鉄砲になったも同然だぞ。
その州ごとに与えられたデバフを外すため、私たちや敵の勢力は、自主順でそれを解除しないといけない。要は自分が攻撃するのに都合が良い場所を選んで、攻撃していくということだな。一応言っておくけれども、このデバフは一つの州を解除すると、別の州の解除までに一定のクールダウン期間がいるため、見極めて使うのはそういう理由だ。史実の内戦の泥沼さを、これで再現しているということだな。北部の制圧が終わったぞ。次はどうすればいいんだ隊長？マドリードやバルセロナといった大都市を陥落させて内戦を終結に持っていくわけだけど、マドリードを落としたらあとは多少ゆっくりでも構わないよマリサ。どういうことだ？さては人命よりも陸空軍経験値を稼ぎたいから少し長めに戦っておけという魂胆か？腐っているぜ。確かに経験値的な旨味があるのも否定できないけど、それとは別の理由がある。内戦を続けていた方がスペインは国力が高くなるんだ。どういうことだ？戦争なんだから普通戦時中は爆撃とかされて、国力が落ちそうなものだが。まあ言われた通りマドリードはゲットしたぞ。そろそろ内戦を長引かせる理由を教えてくれ。そうだね。厳密に言うと内戦を長引かせる理由は二つ。一つは内戦中にしか取れない、国家方針を取得するため。具体的にはドイツやイタリアの兵器技術、戦うことで得られた戦術の研究技術を得たいということだね。確かにこの先の大戦に備えて、最新の小銃や航空機があるのは、心強くはあるな。それでもう一個の本命そうな理由は？スペインは内戦中こそ、イベリアの多くを中核州としているんだけど、内戦が終わると今戦っている共和派の領土は、非中核州となってしまうんだ。え、つまりは？つまりは内戦中なら土地の工場を 100% 使えて、歩兵銃も作りやすい環境だから、国民を騙してガンガン兵器を作らせて、備蓄量やさらなる工場を増やそうという魂胆だ。理由がひどいことに変わりはなかった。じゃあ内戦が終わらない程度に、相手を追い込んでいけばいいんだな。しばらく内戦を進めていると、アラゴン地域防衛評議会ってのが、相手の占領地から分裂して参戦したぞ。共和派の中での分岐ルート、無政府主義者たちが分裂した状態だね。ちなみに我々も急がないと、あと4ヶ月くらいでカルリスタが同じように放棄してしまうね。なぜ一番重要そうな情報を先に言わないんだ。心配しなくても、政党の統合っていう、左ツリー中央ルートにある NF を、さっきの期間以内に取得完了できれば、放棄されることはない。一致団結することができるんだな。むしろそういうことができるツリーだからね。さて仕上げにかかるぞマリサ。まずは敵を押さずに置いたことを利用して、ギリギリだったけど経済法を戦争経済に、それさえ達成してしまえば、相手に無駄な工場を取っておかせる理由もないため、少しずつ敵の領土を奪っていくよ。現状は地中海に向けて軍を進ませて、セビリア方面を孤立させるようにしているぜ。あとは言われた通りに、内戦中にもらえる技術バフをゲット、分断したセビリア方面も制圧し、カルリスタ問題も解決したな。それじゃあ兵器備蓄も出てきたことだし、新しい軍の徴兵を頼むよ。足りない軍の装備は、多少ドイツやイタリアがくれるって。内戦と偽って儲けようとする亡者の誕生。あとは戦後の貿易とかにも必要だから、多少中核州に民需工場は建設して、さらに敵を分断して、とうとう残るはバルセロナのみになったね。倒そうと思えば一ひねりだけど、戦いには戦いの旨味があるので、それをしゃぶりつつ、1938年10月、さすがにそろそろ終わらせるかと、バルセロナに突っ込んで内戦終了だね。内戦中48もあった攻撃力が、終わったことで29まで減ったぞ。これじゃ初期段階のスペインと、そう変わらないじゃないか。スペインの面倒くささに、この内戦からの復興の遅さがあるからね。むしろスペインよりポルトガルの方が人気なのは、ポルトガルの方が工場を増やしやすいこともある。この時期のスペインの人かわいそすぎる。幸い将軍は鍛えられたし、軍もそこそこの数は用意できそうだ。あとは枢軸に加盟して、連合を倒すことができたり、連合に加盟することも、一応可能なわけだけど、さてスペインはどうしようか。考えた結果、隊長権限でスペインはラテン圏という新陣営を設立。今は内戦で協力的だった、イタリアとポルトガルに、陣営加入の使者を送っているところだよ。ということでどうだったマリサ？結果だけまとめて言うと、イタリアはノー、ポルトガルはイエスだったぜ。主要国もいない新陣営で、本当にやっていけるのか？今すぐにはタイミング的に無理だ。本当は連合に乗り込み、ジブラルタルを奪還しようと思ってたんだけどやめた。拒否したイタリアに屈辱を与えるぞ。また衝動的に物事を判断する。まあそれを支えるのが私の役目なんだが、こっちはこっちで苦労しそうだな。ってことで内戦が終わって区切りも良いので、本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。マリサ、今から対イタリアの作戦を立てるぞ。しょうがねえな。パスタに毒でも盛ればいけるんじゃないのか？